ビショップストーンはイングランド南部イースト、サセックス州、シーフォードの西方にある行き止まりの道路沿いに位置する人口およそ200人の村落。かつては主教の荘園であり、地名は主教の住む場所であることを意味している。聖アンデレに捧げられた当地の教会は、起源が8世紀に遡るものと考えられており、州内最古の教会である可能性もある。 現在の建物は1200年に再建されたものである。教会の裏にあるビショップストーンの村落集会所は様々な地域の行事が行われるこの村の生活の一部であり、地域の卓球クラブの活動の場にもなっている。村には商店やパブはない。詩人のジェイムズ・ハーディスは当地で生まれており、教会にはハーディスの記念碑がある。ビショップストーンの最寄り駅は ビショップストーン駅であるが、これは1942年にそれまであったビショップストーンビーチ、ハルト駅に代わるものとして設けられた駅である。1912年に描かれたビショップストーンの人形と教会のポーチビショップストーンの教会には、ポーチの上に古代の態度による人形がある。この人形には、ケント討エアドリックの名と685年の年号が刻まされている。 ありがとうございます。